お笑い芸人の松村邦弘さんが新型コロナウイルスに感染したと所属事務所が発表しました事務所のホームページによりますと弊社所属の松村邦弘が26日土曜に発熱し病院で抗原検査を受け陰性との結果で熱も下がっており診断は特に異常なしとのことでした 28日月曜に予約していた PCR 検査を受けたところ29日火曜の夜に陽性との連絡を受けましたのでご報告いたします現在、保健所からの指示待ちの状況で自宅待機、療養中ですとのことです。